イギリスさんは工業デザインを取り入れたい。スイス実用的だな。ドイツ丈夫だ。イタリアは形にこだわりがある。アメリカはいっぱい作れる。よし、俺に美術を習いたい？ああ、嫌ならいいぞ。別に工業製品にもデザインが重要だってことに気づいたんだが、俺一人じゃ行き詰まってたな。俺でいいの？芸術って言ったらやっぱり昔からお前だからな。どうしたイタリア、嫌だったか？俺兄ちゃんにも頼られたことないし、こんなに頼りにされたの久々でさ。こいつも苦労してるんだな。イタリア先生のデザイン講座始めるよ。まず最初に猫を撫でる。犬でもいいよ。ずいぶんふわふわした始まり方だな。はい、よしよしよし。次にこんなもの作りたいなってイメージするんだよ。イメージがまとまらない場合はどうするんだ？ぺ、むむむってやれば大体出てくるよ。出るのか？そのイメージをフリフリって手に伝えてポンポンって感じでね。ドゥババババーやウィーンでもいいんだよ。で繰り返すとポンってできるよ。できねえよ。19世紀後半、日本でも欧米の工業、そして文化が庶民にも定着していった時代。へえ、君の家俺が来てからあっという間にチェンジしたね。変わらねば対等に扱っていただけませんからね。へえ、日本、これは一体何だい？ああ、私の家の古くてもう使わない家財道具ですよ。誰か使ってくれる方にお譲りしようかと。おお、ペラ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 。え、こんなにいただくわけには。そこのお方、わお、すごいじゃないか。こんなにいただいて申し訳ない気持ちです。ペラ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 。なんだこの輝きは。もしかしてこれが今の俺に足りないものなんじゃないだろうか。有識者のみんな、英国製品の美とデザインを良くするため協力してくれ。フランス製品をインスパイアして作ってみたりしたんだが、この通り腕がなまっててな。うわ、ひどい。言うなよ、分かってる。こんな調子で大丈夫なんですか、イギリスさん。逆に芸術な気がしてきたぞ。え？そこでだ。デザインと技術の特訓のためコーチを呼んでおいた。東洋からはるばるやってきた。恐れ入ります。その名も日本だ。はじめまして皆様、私日本というものです。すげえ、日本だ。この度はこんにちは。微力被災の身でございますが、誠心誠意頑張りますので。ちょまげは取れるのですか？よろしくお願いし。わびさびとはどういう種類のわさびなのですか？こらこら、お前ら。日本には美術を教えに来てもらったんだぞ。無粋な質問はやめろ。いえ、構いませんよ。そうか、ところで忍術とか手裏剣とかこっちでも使ったりするか？はあ、絵付けの方法ですが、各部分で使う筆の種類が変わりまして、縁取りをこう。大丈夫ですか、イギリスさん。どこかのあいつと違って説明がちゃんと理解できる。できた。お前の言う通りやったらちゃんと日本美術ができたぞ。それは良かったです。見せていただいても。お前のと比べるとまだまだだな。これ私が買い取らせていただいてもよろしいでしょうか？やるよ。売るほどのものじゃないからな。ありがとうございます。なんで俺が作った日本もどきのものを日本が欲しがるんだ？イギリスさんが作った日本産っぽいものは逆に日本産にすごく喜ばれたのでした。